冷た <laughs> よく寝てるわ <laughs> 分かってたんだよな全然余裕なくなるって <laughs> だから俺怖くて抱けなかったんだけど ああマジでかっこ悪い好きすぎるってやっぱダメだわいやダメじゃないダメじゃないけどダメなんだわこれわかるかな余裕も自分も見失う欲が勝って何度も欲しがるとか本当にダメな男俺はああ ああうん、シャワー浴びてくか。うん？あ,あ、ごめん起きた。ごめん <laughs> 起こしちゃった。うん。大丈夫？どっか痛いとことか違和感とか。 ならよかったあ、うん、あ、そうだ喉乾いてない水持ってくる、うんうん、寒い <laughs> 体冷えるね暖房つけるいらないはい、水で、 あらどうしたあら水持ってきたんあああそっかごめ,ごめん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 それ部屋ん中すっぽんぽんで歩かれたら困るよねごめんって俺の裸見て恥ずかしいなんて思っちゃうのすごい可愛いんだけど ハハ <laughs> <ー> <laughs> <laughs> また恥ずかしがるしほら水飲みないろいろ疲れたろ初めてのことばっかりだったろうしうんめちゃくちゃ緊張して体もカッチコチだった <laughs> 疲れてる体が起きれるうん手貸してよいしょ ほら、かけとき <laughs> 見えたくないんだろほらかけときゃはい水<笑><笑>大丈夫やっぱ体痛いんじゃないの 痛いならちゃんと痛いって言って全て俺の責任なんだからうんはい貸して水まだ入ってんじゃんここ置いくかんね飲みたかったら言ってよあーうーん 変な感じいや変じゃないけどうんやっとかってえやっとかも変だけどなんて言えばいいなんて言えばいいんだろうなとにかく嬉しい今お前がそうやってそこにいるのはえいたけどいつもいたけどやっぱ違うじゃんな <laughs> わかんない <laughs>、うん、少し休め それともシャワー浴びたい <laughs> 遠慮しなくていいよ汗で気持ち悪かったらシャワー浴びてくればいいしまだ寝てたかったらまだ、うん、体横にしてればいいよ休めって疲れたろ <laughs> ほらこっちおいでこうこう腕枕 うんちょっと待ってそこ痛い <laughs> ちょっとね腕枕だじゃあまもうちょっと上うんそこねここの方が楽だろう <laughs> さっきみたいに、二の腕に頭のっけるとさ腕が速攻でしびれんのようんだって昼寝の時とかさ二の腕に頭のっけてる 寝ちゃうことないとかあるよね。<laughs> 起きたら絶対腕しぶれてるでしょ。ね？うん。うん今ね二時。うん結構寝てたよ、うん。ぐっすりでした。 いや、もうちょっとかフッとけ体冷えてる、はあ、てかね俺が無理させたっていうか疲れさせちゃったっていうかだからこんな風にこううわって寝ちゃうくらいあ <laughs> れしちゃったんだけどうんごめんほんとんか抑えよう抑えようって思ってたのに 悪いよね俺ななんか無理だったわうん <laughs> そんくらい好きって思ったのなんかまあ他分かんないけどどうなんだろうね <laughs> 俺ら付き合ってからさ今こうやってやっとなんていうのするまで結構時間かかった方だと思うんだようん 俺がすごく慎重になったってのもある。なんて言うんだろう。いや分かったと思うけど、俺結構 S なんだよ。<laughs> 見境なくなるっていうかさ。いや、まあ、ま、言っちゃえば正直なんだけど。<laughs> なんかそんなもう、本当にかっこ悪いっていうかなんかもう、見られるのも怖かったと思う。 絶対俺お前のこと壊しちゃうんじゃないかなって思ったらさなかなか一歩先に進めなかったとこもあるうんごめんそれで不安にさせたこともあると思うんだうんごめんねうん現にこうして無理させてるま <laughs> だ。 嫌な時は嫌ってちゃんと言ってよ。俺を止めて。わがままでごめん。うん。うん。おすぎ。はぁ、あ、ほ好き。<laughs> も顔もだよ。顔ももちろん。体型だって声だって何だって。お前も全部が俺の好みど真ん中でさ。完璧に可愛くて。 綺麗で言うことなかったの今さっきなんかそれをもう余裕で超えた <laughs> ああもうこんな顔すんだって思ってさ <laughs> なんかそれ眺めてたらもっともっと止まんなくなってだし初めてあんな声聞いたし「ごめん」言いたくってうん 喉は大丈夫うん、なんか超可愛かったマジでこんな人が本当に俺の彼女でいいんだっけってほんと幸せなんかもう今までの好きが底変だったってくらい今もうバーンって <laughs> バーンってなってる そんで余裕がなくてかっこ悪い俺が誕生しちゃったってわけ <laughs> お前だいぶ俺の方が大人なのに俺が子供みたいにがっついて本当に本当に <laughs> ごめんいお世辞はいいよ <laughs> 気遣ってくれてありがとうお前だってもっと全部出してくれた ちょっと慣れてきたらもっとすげえから、うん、もうこっからは責任持って俺が教える、うん、<laughs> 教えるっていうほどだまだではないけど、あそうだ、なんかさっきもぞもぞしてたけど痛いとかあんの？どこ？<laughs> ちゃんと ちょっと甘えてよまぁ、あ、行ってみ恥ずかしいじゃあ指でさして痛いとこ <laughs> お尻あお尻筋肉痛 <laughs> 明日の朝絶対筋肉痛だなごめんほんとごめん もう体中痛くなるかもしんないなうんでも大丈夫明日の夜ももう一回したら慣れてくるあ,ああ、あっあいやさせてあげる恥ずかしがんなあーら手どけで <laughs> した後にいたがるのも俺の役目 もしかしたらさ明日はなんか他にも痛いとこ出てくるかもしんない明日はちゃんと欲しいんだようん <laughs> 素直じゃん <laughs> その「はーい」って言い方 <laughs> かわいいねうん <laughs> <laughs> ごめん別に手つきやらしくない <laughs> お前のお尻の形好きなんだもん <laughs> ごめんごめん <laughs> ちょっと動かしていい <laughs> ごめんねん <laughs> ね俺さね俺さねとか言っちゃったけど <laughs> お前のこと一度でも抱いたらマジで自分のこと止められないって 分かってたから今までなんか抑えてたっていうか我慢してたとこはあるんだけどうんもう決めたごめんこれから先我慢できなくて無理させちゃうかもってことは言っとくうんうん <laughs> いやなるべく理性は保ちたいし努力はするけどもう無理って本気で思ったこれから俺に正直になって 求めてもいいですか本気でこれだめ嫌って思ったら言ってねちゃんと怖い大丈夫 <laughs>、うん、<laughs> ほんと止まんないくらい好きなんだよ健康 <laughs> 一回まで欲しがっちゃう。こんな俺でもいい。うん、よかった。うん。<laughs> 今度はお前からキスして。